この部品。また来ればいいよね。みんな、大丈夫なの？行くよ。インターパルサー、さよなら。セブンスリミット解除。カーリー、ステイ！お仲間とお別れしてきたら？待っていてあげるから。待つ？何を？ストックにはネブレイドの習慣がない。だから死ぬと思い出とかいうやつになるしかないんでしょ？その思い出は話せば話すほど増えるんだよね。そう、いいネブレイドはどうやらその思い出の量と関係あるらしいの。半端野郎ロスコル。ほら急いで、あいつはもうすぐ死ぬわよ。ロスコルか？違う、見えないの。ああ真っ暗闇だ。それで、あいつ、うまく逃げたが。知らない。女がいても、男がいなくちゃな。あいつなら適任だ。俺と違って、未だに、未来を信じてやがる。たく、すごい奴だぜ。おつむが空っぽ？すごいってことでしょ？わけわかんねえぞ。相棒をよろしくな。フォボス！ほら、あっちもよ。
最後の話し相手が君とはな。若いクローン娘と何を話せばいいのやら。北極グマ。そうだったな。どこまで話した？北極グマが目を覚ました。ああ、最後の一頭。氷の宮殿の王。北極グマは私の弾丸で地上から姿を消した。動植物を絶滅に追いやるのは多くの場合人間だ。しかし私ほど生々しくそれを理解している人間はいない。ともあれ情報は手に入った。それを後世に残すことが我々の義務だった。データとしての動物、データとしての植物、曖昧な記憶ではなく厳然たる記録として。ノアプロジェクトは拡大していき、情報は蓄積された。何者にも変えがたい大切な記録だ。ところがその記録をエイリアンどもは喰らい溜め込んでしまう。どうやら奴らは情報を食って生きながらえているらしい。ノアプロジェクトのアーカイブも奴らに奪われたままになっている。それを取り返し守り続けてほしい。この星に生きた命の記録、大地に、海に、空に、確かに存在した美しい者たちの記録を永遠に。どうやって取り戻すの？ノアプロジェクトのマスコットか。懐かしいな。どこで手に入れた？最初のトレーラーにあったって。そうか、ギブソン博士が残したのか。博士もノアプロジェクトの関係者だったはずだからな。これはボイスメッセンジャー内蔵だ。博士が伝言を残しているかもしれないぞ。パスコードが分かれば内容を聞くことができる。パスコード？忘れたのか。マリオン市長。市長。私が除隊してダダリオネクストの契約士官になったのは、微笑むシングラブのポスター、あれを見たからだ。契約したら彼女に会えるかもしれない。愚かにも本気で期待した。シングラブ、ついに会えた。君を見ながら死ねるのは悪くない。私はクローンよ。市長、どこですか？フォーマスを落とせよ。みんなどこにいる？ロスカル。いや、君か。みんな、死んじゃったよ。そうか。実は、俺も死にそうなんだ。
終わった。ねえ兄さん、ナフェって私たちからあれを横取りするだけじゃなくて。きっとそれよ、総督の楽しみを横取りするつもり。もちろんそんなことはさせない。総督、怒ったら見境がないから、私たちもただでは済まないわよ。時間をあげたんだから、ナフェじゃなくて、私たちに従ってちょうだいよ。ロスカル！いや、大丈夫？わからない。でも、なんだか、はいだ。はい？いい気分ってこと。仲間が全滅したってのに、変だよな。え？ってことは、俺が人類最後の男？そうみたい。そうだ、無声の女は？いない。参ったな。ほんと参った。とにかく探さなくちゃ。ハゲタカメ。食おう。食って落ち着こう。食べれば生きてるって実感が湧くし、ピンチを切り抜ける明暗も出てくるってもんだ。じゃあ、食べれば？うん。それにしてもなんだろうな、この感じ。絶対絶命だってのに、負ける気がしない。君と一緒だからってだけじゃない。心の底から力が湧いてくるんだ。きっと人間は、困難に立ち向かうように作られているんだよな。なんだ？ナフェが来た。うん、そうだね。急がないと横取りされちゃう。従って。ロスコルを殺したくせに。私たちじゃない。仲間の敵は私の敵だ。私たちじゃないってば。もう敵しかいないんだ。まったく分からずにね。インターパルサー、ハウス、ハッ、スナイプ、行くよ、ハッ。兄さん、そろそろ行くわよ。さよなら。セブンスリミット解除。ハウス、インターパルサー、スナイプ、行くよ、ハッ。そんな、このおとなしく捕まった。